していた。伸ばした小さな手のひら。
はい、こんばんは。グランゼーラの集い2にをご視聴いただきありがとうございます。ちょっとすいませんね、椅子の具合が悪い。はい、本日の司会進行を務めてまいります、グランゼーラ開発責任者の九条です。よろしくお願いします。そうなんです、ちょっと今日始まる前にチャットを見せてもらってたんですけど、なんか怖いですね。なんか情報があんまりなかったら怒られそうな感じがあって、ちょっとビビってますけど、はい、進めていきますね。明日からゴールデンウィークなんですね。なので、まあ、皆さんお気楽に見ていただければと思います。ちょっと期待してる情報少なくても怒らないでくださいね。なんで最初から言い訳してますけど、はい、いいかな。で、まあちょっと内容、まあ、前回引き続きちょっと一人でやっていくのもあって、で台本もまああんまり記憶力が良くないんで入ってませんので、時々マウス見て台本見ながらさせてもらいますんで、ちょっと質問とか分かりにくいとかあったらその都度見てお答えできるとこはお答えしていきます。で、今日の構成なんですけど、前半はまあ R タイプ関連の情報とご報告をお伝えしていきます。あと、まあちょっと絶対絶命都市の20周年にも触れさせていただきたいなと思っております。で、後半は質問とかご意見に歯切れよくお答えしていくということと、あと告知も2つほどありますね。ここになんかね、さっきからねすごいかっこいいのがあるんですけど、まあこういうこともちょっと伝えていきたいなと思ってますので、1時間ほどになるかと思いますけど、お付き合いよろしくお願いいたします。では最初にですね、R タイプファイナル2がですね、明日1年前の明日かな、4月29日に、まあ、発売をさせていただいてですね、まあ、今日で1年ということになりますので、ちょっと振り返りながらですね、皆さんにちょっといろいろお礼を言いたいなと思っておりまして、まあ、そんな形で最初進めていきます。はい、ですかね。ちょっとすいませんね、水飲みながら、皆さんもアルコールなど入れながらやっていただければと。すごいですね、もう普通に飲んでますね。はい、ありがとうございます。一緒にありがとうございます。はい、では早速ですね、まあ1年前から振り返ると、なんか4月の3日に松尾五郎プロデューサーが集大祭で1年の振り返りってやってるので、私のはちょっと張り合って3年前から振り返っていきます。いいかな、は
というのはこのゲームに関しましてはですね、結構発表当時からいろいろご協力いただいてたりもしますので、ちょっとそこから振り返る必要があるかなと思っております。で3年前ですね、2019年の4月に、R タイプファイナル2の制作発表をいたしました。ありがとうございます。はい、で当時のですね、3年前ですね、だから発売の2年前の発表時の画像がこれになります。はい、これがですね、2019年4月1日に R タイプファイナル2を作りますっていう発表をしたんですけど、その時の画像ですね。でちょっとなんか日が良くないっていうか、4月1日っていうのがすごく紛らわしくて、4月1日っていうのが紛らわしいんで、エイプリルフールだと思ってる方が結構いらっしゃったりしましたですね。でこの画像はね、なんていうか、これその時点でゲームできてるように見えますけど、これはあくまで社内とか社外にこういうゲームを作るっていう、なんていうんですかね、コンセプトアウトっていうんですかね、こういうものを目指しますっていうために作ったもので、一応こう動画でも作ってあったんですけど、こういうのをゲームの制作の開始時に作ることになっています。はい、で次から4月1日に発表するのはやめようっていうのは、社内での不文律として定着してますね。はい、だって狼少年なんだもん。いやそうなんですけどね、エイプリルフールね、最近もやってないんですよ、うちの会社ね。ちょっとだからやらないですよ今年みたいなことをいつも言ってたりするんですけど、そんな感じですね。はい、で戻ってもらって、でこの発表した年もいろいろありまして、その全ためっていう岐阜のすんごい暑い時期に、すごい暑い岐阜県でゲームの展示をするできるんですけど、そこでプレイヤー機体のビューアー公開っていうのをしました。これ本当はね、その後の東京ゲームショウで試作版展示って、本当は試作版を展示する予定だったんですけど、間に合わなくて、開発用のプレイヤー機体の確認用のビューアーをそのまま出展しましたね。そして9月に東京ゲームショウで試作版の展示っていうのをしました。ただこれはR タイプファイナル2らしいとこはほとんどまだ入れれてなくて、ホースとかそのレーザーが反射レーザーが打てたりっていう、そのプロトタイプみたいな状態で、R タイプを本当に作りますよっていうことを伝えるために展示したような感じです。でこの2019年というか、R タイプファイナル2というプロジェクトにとってかなり私たちも初めての体験だったんですけど、クラウドファンディングというのをやったんですね。で4月に制作発表してるので、クラウドファンディングってある種これをやるために資金をくださいっていう話なんですけど、僕らも作るつもりではいたので、クラウドファンディングの結果がどうであっても制作は続けるつもりではいたんですけど、ちょっと思いのほかご支援いただいてですね、ちょっとフリップ変えれますかね。はい、6月に、キックスターターでクラウドファンディングを実施しました。でこれもね、もともと4月の発表時点でやるかもしれませんみたいなことをちょっと一筆入れてたんですけど、いつやるんだっていう問い合わせをすごくいただいてですね、ちょっとそれで改めて調べて6月に実施したと。で妨害に皆さんからご支援いただいて、でその時にやっぱりシューティングゲームっていうのが この今の時代でもこれだけ皆さん関心持ってくださるんだっていうことが分かったので、結果的にはすごく心強かったですね。資金面もそうですけど、支援していただいた方がたくさんいたことがすごく心強かったです。で10月にね、2回目実施っていう、これは全く予定してなくてですね、9月に東京ゲームショウで出展した時に、そのクラウドファンディングやってたの知らないからもう一回やってくれっていう意見をいくつかいただいたので、急遽10月にこれはペーパルでやったんですね。はい、でキックスターター
の手数料をケチったとかそういうのではなくてですね、同じ案件で2回できないっていうルールが、当時あったので、ペイパルで実施しました。で、左の4つ のプレイヤー機体の画像が、その時にですね、500ドルのリワードをご応募いただいた方にどのプレイヤー機体がいいですかっていうアンケートを、取った時の画像ですね。それその時はね、1機体だけ作ろうと思ってたんですけど、それぞれデザインしてくれて、デザイナーが結構愛着持ってくれてたので、全部作ろうっていうことになりました。で、今上の2つまではご提供していて、今左下 のウロボロスっていうですね、バイド機体の製作をしてますけど、僕ね、当時その4機の説明を結構悪乗りして書いたんですけど、実際使用書書く段に、ね、こんなん無理やんっていうのがありまして、ちょっとすいませんけど、当時の書いた説明文と変わるかもしれないです。特に左下のウロボロスはなんか波動砲がマックスになるとホースが3つに分裂して鉄壁の防御力を発揮するって書いてあって、こんなんどうやって作るのってなってますんで、ちょっと仕様は変更してます。今作ってますんで、なんとかメジャーアップデートまでにはっていうふうに考えております。こういう体験もさせていただいて、制作中からご報告を、開発の報告を出していきます、定期的にっていう形で、プロジェクトを進めていきました。じゃあ次は2020年ですね。はい、これが発売の 1年前、7ヶ月前かな、9月に生配信にて開発状況のご報告。これだけ見るとすごく 僕がちゃんとしてるみたいに見えるんですけど、逆にですね、開発の報告を定期的にしますって言ってたのに、ちょっと今月見せれるもんがない、見てもらえるもんがない、今月もないって言ってるうちに、すごく開発報告が滞っていった結果、人事部からですね、グランゼーラ株式会社グランゼーラの人事部からですね、これは業務遂行上問題があるということで、ちゃんと報告をしろっていうことになって、人事部主管でこのグランゼーラの生配信というのが始まったんですね。はい、で東京ゲームショーでの出展、この時の出展はもうステージ1が、でき、当然発売の7ヶ月前なんでもうできてましたんで、そんな感じで ご覧というかプレイしていただきました。その2020年の9月のトレーラーがあるんですか。なんでそれわざわざ2年前のトレーラーなんて感じですけど、ちょっとご覧いただきましょう。古い。Once upon a time, humanity was on the brink of destruction by the invasion of alien organisms from outer space.People pinned their last hope on a small trans-dimensional fighter. はい、今わざわざですね、発売の7ヶ月前のトレーラーを見ていただいているというすごい企画です。ありがとうございます。 OFX のデザインと褒めていただいて、
あとハンガーの回り方がゆっくりだ。これね、そうなんですよ。鋭いですね。ゆっくりだったんですよ最初。やっぱこう重量感出したくてゆっくり回ってたんですけど、ちょっと離れた、フォーカスの離れた機体を選ぶときにあまりに待たされるんで、ちょっと不便じゃねえって言って早くしてしまいました。ちょっと雰囲気は壊れてしまってるかもしれないんですけど、まさにあの当時はあの速度で回ってましたね。はい。まあ開発もある程度進んでおったので、報告もしやすくなりました。で、こう10月にクラウドファンディング第3回、これはまあ全く予定してなかったんですけど、やっぱり私たちの宣伝が弱いっていうんでしょうね。そのこの時の東京ゲームショーでも、いや、それ知らやってたの知らないんで、ちょっと今から支援させてくれって言っていただいたので、もうかなり選べるコースは限られておったんですけど、3回目を実施いたしました。でこの後はどうなんですかね、2ヶ月おきぐらいには情報が出せてたかなということですね。まあこれはもうちょっと恥ずかしい話、人事部が2ヶ月に1回はもう生配信をということで仕切ってました。まあ僕仕切られてたんで完全にやってました。はい、そんな感じで、まあ発売の前年が終わりました。ここね、本当はクラウドファンディング実施時というか開発発表時点では2020年中に発売するって言ってたんですね。でその9月に、すいません来年の春になりますっていうご報告というか、ちょっとお詫びをしたというのが、まあこの20年の後半でした。はい、そうですね、そうですね、まだお詫び配信だった頃、まあでもほとんどお詫び配信ですよね。はい。で2021年の4月にいよいよ、まあ、発売ということになりました。まあ少し時差とかですね、プラットフォームのまあちょっと提出関係の加減で数日遅れている部分もあったんですけど、1年前の29日にまあ世界ほぼ同時という形で、これはもう私たちもね、初めてその海外版っていうか、いろんな国向けにっていうのはやってたんですけど、まああんまり会社も大きくないくて、でもまあ割と全世界っていうのはこだわりましたね。やってみたかったので。でまあプレイヤー機体に関しては40機から50機っていうことで計画はしてたんですね、最初の予算っていうか、そういう部分で。なので、まあ、40機に絞って作るっていうことになってたんですけど、ちょっと40機だけしか作れないってなると、作らない機体を決めなきゃいけないっていうことになるので、ちょっとまあ何ですかね、発売後も少しずつ足させてもらうっていう形で、もう一応発売前には101機は作ろうということになってました。ちょっと企画段階では40機50機っていう想定だったんですけど、もう開発の半ばぐらいに、ちょっと発売時点では40機50機分の、まあリソースしかないけども、ちょっとその後なんとか101機まで行きたいということで、進めてまいりました。で去年1年間、この1年間での次のを見せてもらえますか。はい、1年間ですね。まあ発売前に揃えれればよかったとこもあるかもしれないんですけど、まあ皆さんにいろいろこうヒントとか使用案とかいただいて、あとまあ作ってた方としてちょっと想定してなかったとこもいくつか出てきたりしたので、機能追加とか、あとまあ不具合修正とか、ちょっと利便性をまあ向上させるような対応を進めました。まあこれは今も常に少しでもいいようにということで変えていってますね。 R アルバム機能っていうのはハンガーっていうところに機体を登録できるようになってるんですね。カスタマイズした機体を常に12機、 R タイプファイナルの時は8機だったんですけど、まあ少し増やそうって、12機増やせるようにしてたんですけど、まあカスタマイズでそのデカールを跳ねたりするっていうのがあって、たった12機ではまあ全く収まらないよっていうことで、
60機までかな、あの保存できるようにしましたね。それはもう本当にあの後で足した機能です。で今もあの160機じゃ足りないって言われる意見いただいてますので、あの次のアップデートでは120機まで保存できるようにあの拡張してますので、まあ、そんな形であのちょっと足りないとこはまあ足していくと。でプレイヤー機体についてもですね、まあ、ようやくちょっと予定よりかなり遅くなったんですけど、先月に101機になりましたね。カーテンコールっていうのを、まあ出すことができました。で4月、この102機ってどれのことなんてちょっと社内でも聞かれたんですけど、あの4月1日にですね、無料の DLC 機体をあの配信してます。これ無料の機体なんで、うん、こちらをまあ入れていただくと、あの追加費用なく、まあ、102機までは集めることができるという形になってます。でステージパスっていう形で、追加ステージを、14ステージ、配信しました。これはちょっとあの有料の方のステージしかちょっとこの1年間は足せなかったんですけど、オマージュステージという、こう旧作の R タイプシリーズとか、まあ、イメージファイトとかのステージを R タイプファイナル2のルールに落とし込んで、まあ、プレイしていただくというものも、並行して出してまいりましたですね。まあ、あのこういうふうにあの1年間継続してできたのも、あの皆さんからいろいろご支援とかあの注目していただけいたおかげなので、本当にありがたいなと思っております。はい、で次の1年ということで、これね、先月かより具体的な話をするって、今日もね皆さんこう R タイプファイナル3の熱情報があって言ってくださってるのに、この曖昧さですよね、曖昧さですよねって一言も言いたいって僕のせいなんですけど、夏前半ってまだこの表現か、懲りずにっていう。あとステージパス第3弾も、夏に出します。で、あの引き続きステージ、これはあの無料で追加するステージも今進めてますので、それらのあとプレイヤー機もですね、あの続々とやってますね。もうある意味ね、101機っていうかラストダンサーとか出たんで、もう何出してもいいだろうっていうので、すっごいはっちゃけた案出てます。僕が出した案でね、真っ白い直方体の豆腐みたいな機体出そうって言ってます。なぜかというとデカールが映えるんじゃないかっていうことでそれは本当に出るかもしれないです、はい。まあ、そういうのいろいろね、地味なところで結構ね機能増えてるんですけど、ちょっと先に言うと、今日ね、前回は今日たくさん情報出すって言ってたんですけど、ほとんど逆に新しい情報ないですよ。次の他の情報出さなきゃいけないですね。はい、ちょっとじゃあ申し訳ないですけど、先月の動画もう一回流します何それって言われそう。なんで先月の動画な、はい、はい、これすいませんね、ま、先月のままですよ。これスーパーチャットして申し訳ないんで、ここのステージはもっと綺麗になってます。あのちょっと撮影がうまくいってなかったんですけど、あのすごく波動砲の入るステージになってます。このランキングはもう今のうちです。こんな風にできないのが確定してますんで、今しか見れないです。ここはもうすごくいいです。あと今見れないですけど、月面もできてますね、はい。でこれですね、これね12分あるんですよ、こう1ステージが。僕12分分作ってるんですけど、プレイする人も大変だと思いますけど、作ってる方もこれは大変です。12分分作ってますんで。でもう全くないんですか、新情報は。全くないんですか。僕今日はあれなんですよ、社内会社のブログに開発中の写真勝手にあげたんですけど、出るんですか、入れてあるんですよね。出してもらってもいいですか。はい、これあの新機体の一つですね。敵やんけって感じです。敵として出てきてたんですけど、
バイドホー2っていうのを売ってます、ね、でパウアーマー系はニードルホース買いっていうのをなんですけど、これはヌードルホースっていうのを身につけることができます担当者曰く、はい、これ弱そうに見えて強いんですよね。なんか少しでも情報出せないですかね。写真なんか入れてあるやつがあるんですけど、もう一枚出せませんか。ちょっと皆さん期待してるのに何もないって。あそうか、ちょっとシューティングの画面出なくて申し訳ないんですけど、これパイロット画面の普通に撮影した時の写真ですね。どういうことかっていうと、まあカスタマイズしたアイキが後ろにあるっていうのを、そのコンセプトは変わらないんですけど、周りに物が置けます。コンピューターとかテントとか旗が、地球連合軍の旗とか、バイド帝国の旗とか、グランゼーラ革命軍の旗とかっていうのが置けたり、あと同僚が出せますね。同僚と肩を組んだり抱き合ったりできます。はい、まあこういうのもちょっと、もうちょっとシューティングの情報が出せればよかったんですけど、ちょっとツイッターとかの方で情報の方は出していきますね。ちょっと すいませんけど、ちょっと他にもちょっと今日お伝えしなきゃいけない情報があるそうなんで、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと R タイプファイナル2の話は一旦ここで切らせてください。はい、で、一番ちょっと1周年で伝えたかったのはですね、1年間こう継続してアップデートができたのは、これはもう皆さんが応援したり関心を持ってくれてたからです。ちょっとここテンション上がってますけど、これはね本当にありがたいです。1年経ってもこうやって皆さんが見てくださってることで、ここにやっぱり会社と、まあ、企業として言えば会社が投資できるっていうこともあるし、作ってる方のやっぱりテンションが維持できてるっていうのは、もう応援してくださってるからですね。なのでちょっと改めてお礼を言いたいと思ってます。ありがとうございます。はい、ではですね、次の、はい、ちょっとすいませんね、何度も言いますけど、いろいろちょっとお伝えしなければならないことがあるので、ちょっと次の情報に行かせてください。あ、すいません、ありがとうございます。あ、はい、すいません、楽しみにしてください。R タイプファイナル3だなって思えるものにしますので、はい、じゃあ次の情報、以前からですね質問いただいてたですね、オマージュステージのサウンドトラックの配信が決定いたしましたということです。これ先ほどもちょっとご説明したんですけど、旧作のステージを R タイプファイナル風にっていうとなんですよ、にあった形で、制作ステージの BGM を集めたサントラです。で iTunes だとか Amazon Music、 YouTubeミュージックなどで、配信をいたします。これ本当はね今日配信できたらよかったんですけど、ちょっと私の方で段取りをミスりまして、7日だそうです。もう予約もできるそうなんですけど、でサウンドトラックがね分かれてるんですね、左1と2っていうのに分かれてます。なので自分の欲しい曲が入ってる方を買ってください。いいですか、確認してから買ってください。視聴できるようにグランゼラミュージックの方のサイトでも7日には視聴できるんですよね。はい、なので、まあ、一番確実な方法は両方買っていただくということになる。これ金額決まってるんですか。1200円片方だそうです。片方1200円だそうです。はい。バラでも買えますからね。1200円払いたくないって、1曲だけ買っていただくってこともできますので、これは英語のフリップがあるんですか？はい。すごいですね。もともとほとんど英語やったような気もしますけど、はい。こんな感じで、サントラ出ますので、
あのこう気に入っていただいている曲がある場合はですね、ぜひご購入いただければと思っております。はい、まあ、買わなくても視聴データです、40秒か50秒ぐらい聞けますんで、まあ、そういう手もあります。はい、すごいですね。もうあのね、皆さんちょっとひどいと思います。ずっと僕巻き出されてるんですよ。ゆっくり喋ったら、それでは皆さんって、はい、じゃあちょっと次の情報に早く行くようにって指示が出てますんで、じゃあ次の情報、はい、こちらもですね、以前からあのいろいろ質問というかいただいてたんですけど、あのようやくですね、まあ、R-Type Tacticsのリメイクが、グランゼーラの方でやらせてもらえるということが決まりまして、で、1と2を別々にじゃなくて1と2の両方入ったものを一つのソフトとして出します。あとプラスアルファ、プラスアルファなんや、プラスアルファって出します。はい、でね、なんこれがまたちょっとね、ひどい話かもしれないですけど、これだけなんですよ、今日出せる情報が。この件に関しての。思いません？普通ね、プラットフォームは言いますよね。ゲーム機、どのゲーム機向けとか。それも言えないですよね。今言えないそうです。はい。あと価格も時期も何もないですよ。こんな無責任な情報の出し方ないんかって思ったんですけど、まあ、結構電撃的に決まりまして、で、まあ僕が何よりもちょっと伝えたかったんですよ、これ出せるの嬉しかったんで、あのすごい愛着、まあ作ったゲームなんで愛着はあるんですけど、僕ねちょっとこれここで言うことじゃないかもしれないけど、作ったゲームにね愛着出るので1年ぐらいかかるんですよ。いつも作った直後は結構いろいろ思い出してちょっと避けてたりするんですけど、まあ、R-Type Finals は別ですね、ずっと作り続けてるんで、結構開発した1年ぐらい見ないんです。あ、すみません、ありがとうございます。でもね、タクティクスはね、まあ、ちょっと作らせてくれた会社にも結構感謝してますね。うん、まあ、R-Type Tacticsと、R-Type Tactics 2 Operation Bitter Chocolate。 Operation Bitter Chocolate ですよ。スタッフもえって言ってましたけどね。でもあのパッケージがむちゃくちゃ気に入ってるんですよ。あのね、お墓墓地のとこにね、あの女性と子供がいて、上空をその宇宙空母とか R9 が飛んでいってるっていうのを、まあそのパッケージのデザインとして、まあ、デザイナーに伝えて、でスタッフにあんまり僕ね情報出さずにゲーム作るんで、こういうシーンがあるんですかって話でしたけどね。 SF で宇宙艦隊で戦うのにって。でもあのこれゲームの中にこの画像出てくるんですよね。はい、なのでまあちょっと情報がこれだけしかないんですけど、あの作らせてもらえるっていうか、グランゼーラが作るっていうことだけでもすごい言いたくてしょうがなくて、あのここに入れさせてもらいました。これも英語のフリップがあるんですか。はい、すごいですね。英語のフリップになってるのに、パッケージは国内版のパッケージなんですね、これね。あの海外はちょっとパッケージが違ってて、あの特に北米はですね、 R タイプコマンド、ヨーロッパは R タイプタクティクスなんですけど、 R タイプコマンドっていうので、まあ、出てましたので、まあ、これをあの出していくという形になってますですね。はい、まあ、これはもう純粋に嬉しいですよ。はい、ありがとうございます。で次はあれですか、絶対絶命都市ですか。はい、お願いします。はい、こちらもちょっとあのぜひ直接、僕数日前にツイッターで書いたんですけど、あの投稿したんですけど、ちょっとすいませんね、ちょっと水飲みます、ね、
はい、あのこの4月、あの4月25日、2002年の4月25日に最初の絶対絶命都市というのをまあ世に出すことができました。あの以前いた ILM ソフトウェアエンジニアリングっていう会社で、あのそういうチャンスをもらえて、あの世に出せて、まあ、世に出してよかったなと思ってるんですね。当時は結構その災害というか震災をゲームにするっていうことに対して、かなりあの神戸の震災から7年ぐらい経った時期だったかな、まあ、どうなんだっていう話もあったんですけど、あの世に出せてよかったなと思ったし、あの被災した方からも手紙もいただいたりして、あのその方がまあこれからも作ってくれって言ってくださったのはすごく印象に残っていてですね、まあ、このゲーム世に出せたことはやっぱりすごく嬉しいし、でその後もあの、まあ、2006年に絶対絶命都市2っていうのを出して、2009年にまあ絶対絶命都市3で、2011年にはあの4っていうのを作ってたんですけど、まあそれは一旦頓挫したんですけど、2018年に4プラスっていうのをまあ世に出すことができました。でこれもまあさっきの R タイプファイナル2の時と同じようにこうご支援応援していただいて、実際にまあ買っていただく方もいらっしゃれば、制作に協力してくださる方もいるし、まあ一緒に作ってくれたスタッフもすごく振り回して嫌な思いした人もいたかもしれないですけど、まあそういうのに力を貸してくれたり、あとまあ、 あの応援してるよって言っていただくことがすごく支えになっていて、あのそれでまあ20周年っていうことを迎えることができたし、まあ、20周年って言えるっていうのは何かっていうとですね、まあ、5を今準備してるということですよね。だから R タイプ、あれだ、絶対絶命都市4っていうのは、まあ、18年19年に最終作、最新作、最新作を出してるんですけど、今なお次のものの準備をできてるっていうのがまさに20周年を迎えれてるっていうふうに思いました。で、あの改めて本当にあの皆さんにお礼を言いたいと思ってます。ありがとうございます、はい、僕ちょっとここはねしんみり、まあ、あんま苦労話したくないんですけど、まあ、なかなか作るのがうまくいかなかったんで、あの本当に出せてよかったなと思ってます。で普通はそうですよね、20周年って言ったら最新作の話をするのが多分定石ですよね。こう関心持っていただいてるときに次の作品の宣伝戦でどうすんねんって思ってるんですけど、ちょっと申し訳ないですけど今年は出ないんですよ。ちょっと情報もまだあの僕がポロポロ漏らしてるみたいな体裁になってまして、絶対絶命都市5はすいませんけど今年は出ません。準備はしてますけど出ませんということになってます。で20周年何もしないんかっていうことで、今丸1お礼って書いてあるんですけど、あのちょっと次ので丸2がカレーって、僕こっちさっき言いますよ、僕これを言いたかったわけじゃないですよ、たまたま途中で気づいただけなんですけど、あの20周年カレーを出します。まあ、なんでカレーなんていう、これパッケージですね。はい、カレーは美味しいですよ。このカレーはあの美味しいとこからちゃんと仕入れてますんで。でもね、しかもあの今月出ればよかったんですけど秋ですからね、ちょっとねカレーの需要が高まってて、ま、製造がちょっと間に合わないらしくてですね、秋に出ますんで。はい、あのグランゼーラの冬の賞与はもうあのカレーで支給するっていうことになってるらしいんで、ちょっと社員の人かわいそうです、カレー食べてくださいっていうことで、すいませんね、ちょっとスーパーチャットいろいろいただいてて、もちょっと申し訳ないですね、皆さんの必ずしも期待してる情報と違うとこへ行ってる気がしますけど、あのまあちょっと言いたいことたくさんあるんで、ほぼ一方的に言ってしまってますけど、まあそんな感じでですね、改めてちょっとお礼を申し上げたいと思ってます。ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。あの本当に応援であの支えられている会社ですので、これからも何卒よろしくお願いします。はい。あ、ここで質問コーナーに。はい、すいません、ね。ちょっとね、僕ね、そうなんですよ。今回ね、
お礼を言いたいっていうところにちょっと途中ですごく行ってますんで、必ずしもちょっと皆さんの本当に知りたいことと違うところへ行ってて申し訳ないですね。はい、まあタクティクスも言いたかったみたいな感じですね。はい、カレーはね絶対美味しいですよ。そのカレーばっかりずっと押してますけどね。はい、じゃあ皆さんから質問やご意見をいただく、鋭いご意見質問をいただくのに私が歯切れよく、答えるコーナーです。今回もたくさんいただきましてありがとうございます。これ結構この生配信の骨格を成している部分なんで、すごく質問ご意見に依存した番組構成なんで、じゃあ早速、今度は僕ねあれなんですよ、全部を最初に見せてもらえてなくて、なんか部分的にだけこれ出しますからって言われてるんですけど、あ、最初は R タイプファイナル2の、R 博物館でフォースの展示もできるようになると嬉しいです。あ、これは展示をします。ただすごくだだっ広くてスペース空いてるように見えてるかもしれないですけど、あそこもともとも置く予定のものがありますので、3D でフォースは見れるようにするんですけど、ちょっとひょっとしたらこの方が望んでる形ではないかもしれないですけど、フォースも、見れるようにはいたします。はい、あ、よかったです、これは答えれる質問でよかったですね。はい、次は、ありがとう、カレー、アルタイプカレー作ってください。あ、すごい辛いやつとかバイドカレーみたいな、はい、まあバイドカレーって言うけど金沢カレー正直バイドカレーですよねとか言って、はい、あ、次が意見 R タイプファイナル2、可変機にデカールを貼る際、人型状態でもデカールを貼れるようにしていただけませんかね。これはね、これね、私の多分ね仕様が足りないです。これそうなんですよ、デカール貼るときにどうしますって言われてね、ちょっと正直言って あんまりちょっと考えが足りてなかったので、今飛行形態でしか貼れないんですよ。でもそうですね、ロボットの時にちょうど良くなるように貼りたいですもんね。はい、そうですね、これはちょっと今の時点でやります、やることになってますっていうのには入ってないんですけど、おっしゃることはすごくよくわかりますので、対応できるように社内の方で改めて検討いたしますので、ちょっと次の更新には間に合わないかもしれないですけど、入れたいと思います。はい、これでも答えれないのが来たらどうすればいいんやろ。次のは何ですか。はい、あ、絶対絶命都市シリーズ、絶対絶命都市1位から4の舞台となる都市の大まかな所在地や位置関係は設定されていますか。例えば首都島のあった場所と富坂市の距離は何キロ離れている。そうですね、まあ、絶対絶命都市に限らず例えばパチプロ風雲録とかのゲームでもですね、ある程度どの日本のどの辺っていうのはねありますね。どの辺っていうのがあるっていうかね、海と山の位置を決めますね最初に、 3D のレベルをつくレベルというか、マップを設計するときに海とね山の位置を決めます。まあ、山は遠くに見えた方が、まあ、方角が分かったりもするの でその時にモデルとなる場所、まあ、どっちかというとですね、その時のスタッフの、なんていうの、もともと住んでた場所みたいな位置関係になる。だから私とかだとね、西、大阪出身なんで、西側に海があって、東側に山がある。大阪湾があって、生駒山があるみたいなのをどうしてもイメージするから、パチプロ風録5とかはもうそうなってますね。はい。なので、場所はね、ある程度ね、決めて作るんですけど、ただ、まあ、シリーズの1と2とかの街の距離感っていうのは、まあ、それはおのずと決まるんですけど、必要にならないと、そこの情報ってあんまり整理しないですね。
でもこの方が言われるようにね、ゲームに出ない設定って結構やってるんですよ。絶対絶命都市シリーズで必ずやるのは、例えば巨大地震が起きて2日後に登場する人物であっても、地震が起きた時にどこにいてどんな状態だったとか、5分前はどうだったとか、そういうのは全部決めますね。ゲームの中には出てこないかもしれないけど、その登場してない時にどこでどんな状態だったかっていうのを決めたりしますね。そういうのは設定してたりします。はい、ちょっとこの方が聞きたいこととはあんまり僕はあんまりうまく答えれてないかもしれないですけど、こんな感じですね。はい、じゃあ次は、これは何なんやろ。 R タイプファイナル2、質問。去る4月3日に行われた集大祭2日目にて、ミカドさん主催の、あれ、松尾プロデューサーね、そう、ゴロリンっていう、R タイプファイナル2のプロデューサーが、そう、彼が行ってプレイしてたと思うんですけど、そうです、そうです。で、DLC 機体紹介のさ、で、マリコ。マリコっていう機体を配信開始した直後だったんで、彼がマリコを使ってプレイするっていうことになってて、僕ね、彼が東京でこの番組出てる時にね、スタジオで仕事してたんですけど、音だけ聞いてたんですよ。で、クリアできてよかったなとかって思ってたし、ここでね、間違ったのは、翌日本人から聞いたんですよ。すいません、間違えてしまいましたって言って。これ間違えたらまずいんじゃないのみたいな感じで、OF シリーズだけにね、報酬ステージがとにかく拷問などされてないでしょうか。松尾氏の安否を心配しています。過酷な報酬ステージはないですけど、拷問はされてると思いますよ。差し当たって、拷問はいるよねみたいな感じだった。いや、プロデューサー間違ったら、しかもあれでしょ、隣の機体と間違ったんでしょ。OF1,2,3,4,5 ね、なんでって、あれかぐやでしょ、あの写真は、みたいな感じです。はい、なので質問に関しては、補修ステージはないけど拷問はされてたということになろうかと思います。こんなん言うたら労働局とかからあると踏み込まれたりしないですか。大丈夫なんですか。はい、拷問器具を見せろとか言われたらどうすんやろう。はい、で次の、R タイプタクティクス、これあれですよね、リメイク決まったっていう発表、今の話の前に来てた分ですよね。はい、1,2 のリメイク、アドホック通信の確保されましたが、アドホックがあるならオンライン通信体制も実装する。これはそうでしょう、それはそうだと思ってますよ。もうちょっと今回リメイクしますしか言えませんって言ってますけど、そのプラスアルファの多分オンライン通信をやれなかったらもう意味ないやんっていうぐらい大事な要素だと思ってますので、もうこれは何があっても入れたいと思ってますよね。だって知らない人っていうか、遠いところの人とかとやりたいですもんね。はい、これはもう実現したいですよね。はい、なので実装されると思っていいと思いますね。そうしたいです、します。はい、で次が、これは R タイプファイナル2で2つあるんですね。もうちゃんと自分が読んで納得してしまうけど、じゃあ読みますね。投稿1、なんでミスティレディみたいな変な機体を作ったんですか。2、投稿2、この質問、このミスティレディのことに対してに関連してというわけではありませんが、開発陣おすすめのとんでも機体がありましたら教えてください。これはね、非常にいいですね。そうか、ミスティレディやっぱり変なんや。これね、僕自分が直接使用書書いた機体なんで、すごく気に入ってるんですよ。でもね、僕の気に入ってるのと裏腹に、社内ではね、みんな変な機体って言ってますわ。確かに
だからこれね、この方がこう言い方きつそうに見えますけど、これ多分これが真実で、僕がすごく変なバイアスかかってると思うんですけど、社内で機体のチェックしてほしいってみんなに言ったりするんですね。まあそれはバグチェックとか QA チェックってあるときに、で僕はこうバグチェックとか QA チェックのね割り振りとかも決めるんですけど、ミスティレディでね、上にスクロールするステージのチェックしてくれって言ったときにスタッフ怒ってましたからね。チェック以外の意図があるんじゃないかとか言って、ミスティレディに当たったらみんなって言ってますね。いや、この難易度のチェック、この機体では無理ですみたいな話が出て、いやでもね、これね、皆さんにね、まだうちの社内のスタッフも含めですね、ミスティレディがすっごい活躍するステージがね、そのうち出てきますよ、きっと。でその時に、ミスティレディやってよかったな、変って言って悪かったなみたいに多分思うはず。はい。で、この質問に関してというわけではありませんが、開発陣おすすめのトンネル、まあこれスタッフにいろいろ聞いてみたらよかったかもしれないですけど、まあちょっと次聞いておきますけどね。私が最近でこの機体改めて変だなと思ったのはプラトニックラブです。もう名前も意味、僕言ったら怒られてたけど意味不明だし、ね、波動砲がねハート型に飛んでいくでしょ。で上から見たらハート型してて、これだから説明文もかなりなんか苦し紛れですよね、機体の説明文もね。そりゃそうですよね、説明しようない気がするんですけどね、とんでも機体だと思ってますけどね。はい。でもまあこれからもとんでも機体も出てくると思います。たくさんあることによってですね、何やってもいいみたいな感じがちゃんと社内にもありますんで、とんでも期待は出てくると思います。かっこいいのもあれば、すごい強いのもあるけど、まあ、とんでももう入れてもいいよねみたいな感じありますんで、ここは皆さん期待していただければと思っております。はい。使いやすい、性能がいい、あ、はい、ぜひ。あ、そうですよね。あ、すごい質問コーナーが、もう終わりですか。あんなに送っていただいたのに。あ、そうなんですか。あ、本当、すいません、ちょっと巻き入ってます、ね、じゃあ告知の方に行きます。すいませんね、質問、質問は取り上げてないのもユーザーサポートっていうところに一旦全部入って、必要部門に全部回ってますので、そこは保証しますので、はい、反映、できるものはしていくっていうスタンスでやってますので、あとまあちょっと答えにくいものはあったんかもしれんけど、まあ、それも今日取り上げれなかったけど、今日いただいた質問が次また質問の回、回答の回に回ってくるかもしれませんので、送っていただいたのが無駄にならないようにいたします。はい。で告知の方に、告知2つあるそうなんで、1番目はこれですね。はい。R9A のプラモデル、R9A のプラモデル自体、プラモデルとかフィギュアっていうのは結構出てるんですけど、まあこのプラモデルに関してはですね、R タイプファイナル2の R9A アローヘッド、毎回ちょっとデザインはシリーズで変えてたりするので、この R タイプファイナル2の後期量産型っていう形の R9A の100分の1スケール、だからこれ100倍すると実物になるってことだと思うんで、そう思うとロマンがありますね。プラムさんから、発売されます、ね。あ、で、プラムさんからあれですよね、このプラモデルの紹介動画をいただいているということなんですよね。ぜひ僕も見たいです。流してください。グランゼロの集いにお集まりの皆様、はじめまして。ホビーメーカープラム PMOA の企画設計担当しております坪と申します。弊社ブログでの発信やツイッターではプラムコミュニティセンターのアカウントで発信しております。今日はこの場をお借りいたしまして、 R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル2のプラスチックキットについてご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。
キットは大変ご好評につき予測を上回るご注文をいただいております。それに伴いまして生産が追いつかない状況となっており、誠に勝手ではございますが発売を延期させていただくこととなりました。お届けまでお時間をいただくことを深くお詫び申し上げます。変更後の納期に関しましては5月下旬頃の予定となっております。改めて弊社ホームページや公式ツイッターでご案内させていただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。代わりといっては何なのですが、最新情報として R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル2のプラスチックキットの出来たてのテストショットと彩色見本を初出しでご紹介させていただきたいと思います。ということでご紹介いたしましょう。オープン。はい、特にこだわったのは色分けパーツ分割と高精細なディティール、あとは組み立てやすさです。ちょっと近くでご覧いただきましょう。こんな感じになっております。これがテストショットの、組み立てたものになります。グレーになっているのは成形状況を見るために、傷とかを目立ちやすくするためにグレーとしています。はい、次にこちら、彩色見本となります。製品の方はほぼこのイメージとなっております。バーニャの方も結構細かく造形しております。はい、こんな感じとなっております。じゃあまた写真の方を撮っておりますので、ご覧ください。どうぞ。はい、バーニアやウィングのエッジの効いたシャープな表現や造形にこだわったコックピットなど特に注目してほしいです。またボディなどラインの色分割は自分がマスキングが面倒だったので絶対に入れたいと思って取り入れました。パーツ点数は多めですが、普段あまりプラスチックキットを作らないという人でもゆっくり構造などを楽しみながらサクサク組み立てられると思います。最後に改めて商品情報です。商品名 R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル2100分の1スケールプラスチックキットとなります。全長 250mm、 定価7480円、税抜き価格6800円となります。2022年5月発売予定。ご予約はプラムホームページまたは模型販売店などでよろしくお願いいたします。また商品の最新情報はツイッターアカウントプラムコミュニティセンターで情報発信しております。こちらのフォローをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。では司会の九条さんにお渡しいたします。実直なご感想をよろしくお願いいたします。名前呼ばれてびっくりしましたけど、あのアップになるカメラいいですね。いいですね、すごいな。プラムさん噛まないのすごいですね。なんか九条さんと同じ滑舌の悪さって嘘でしょ。僕に比べたらすごくいいじゃないですかと思って、そうなんですよ。で見本を送って、これ多分送っていただいたんですよ。すごい、やっぱりプラモデルって僕も昔よくガンプラゲルググ好きなんで買って作ってたんですけど、今のプラモデルってすごいですね。部品がすんごい細かいんですね。作りたくなるわこれと思って。でこのっていうか何が良くないって、今すごく画面広いって言ってますけど、僕送ってもらってもあんなちっちゃいワイプですよ。プラムさんにちょっと申し訳ないんですけど、見えませんよね、さすがに。これですよ、これが。またこのね、キャノピーの透明パーツが一生懸命前に出しても見えなさそうですけど、プラムさん怒ってるんちゃうかな、これわざわざ金沢まで送ったのにこのサイズかよって。でもこのね、R9 のまさに R の頭文字の由来となっているこのラウンドキャノピーのこの滑らかな曲線がたまらないですよ。はい、
あとこのフォースの透明パーツも全然見えないですかね。見えないですか。あのいいですね、あのアップになるカメラみたいなの、ないうちにないんですか。そしてこの完成見本を、これを落としたら怒られる。これフォースです。すごいな。僕はあれですよ、これ打ったりなんぼ入るとかそんなのないですから、ただ単に監視してるだけですけど。あ、密度がやっぱりすごいですね。あのあれなんですよ、ずっとデジタルの仕事してるとこういうもの実物があるのにすごくね憧れがあるんですよ。あ、これはいいですね。すごいな、こんなにそこそこ、だってそこそこな重さがありますよ。はい、5月に発売っていうことですね。これは今からでも予約できるんですか。今からでも買えるんですか。あ、そうなんだ。わかりました。あ、でもいいですね。作ってみたくなりますね。はい、僕は買いますね、これね。なんかちょっとテレビショッピングみたいになってますけど、はい、まあ、純粋に、ちょっと借りてんの怖いからな、これ返した方がいいですよ。はい、なのでぜひ、これあれですか、ウェブサイトへの URL と後で貼ってもらえるんですか。はい、だそうですので、あのぜひ興味のある方は、あの今からでも間に合うそうです。僕と競争になりますけど、僕も予約しますんで今。はい、であのプラムさんからの、R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル2 100分の1スケールのプラモデルの、紹介でした。次は、次は何ですかね。すごいですね、僕分からずに告知して、プラモデルのがすごく目の前にあったんで、さその前に何々って聞いてたんですけど、金沢 e スポーツエキスポ2022ブース展出展、そのまま読んでますね。ちょっと待ってください、僕が理解しながら説明しますね。2022年5月13日金曜日と5月14日土曜日の10時から17時に、石川県三条産業展示館3号館。これは、グランテーラがブース出すんですか。 e スポーツやってないやん。なのに、あ、そうなんですか。これ e メッセがある日ですか。あ、なるほど。あの石川県産業展示館というですね、とこがありまして、しめののそばに、すごいローカルな話ですけど、金沢の、そうです。でそこで、e メッセっていう、まあ、製造とか、まあ、デジタル関係の展示会があるんですけど、その横で金沢 e スポーツエキスポというのをが、去年もあったんですよね。今年も行われるということです。あの金沢市が e スポーツに力を入れておられて、あの前の市長さんとかもすごく関心持っておられて、あの、なんか e スポーツこれからどうなりそうですかって話とかしてたりするので、まあ、そういうのであのイベントがあると。そこに、e スポーツの出展物を持ってないグランゼーラが R タイプファイナル2と絶体絶命都市 VR を展示すると。だからもうすでに持ってる方は行っても新しいのがないんですよね。なので、地元に住んでて、かつ R タイプファイナル2やってみたいけどちょっとまだ買う勇気ないなって方は最適ですね。はい、あ、そうですか。金沢 e スポーツエキスポ2022にぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、あ、ということでですね、もうあのすごい巻きが入ってるんですけど、あの、まあ、今日はこういう、すいません、ちょっとね台本読みます。なんか閉めない感じ、すいません。
ません、露骨に見てますね。なんか最後に言うことがあったかなと、はい、あ、すいません、もう好きに言っていいっていうことなんで、あのご視聴ありがとうございます。ちょっと皆さんが必ずしも今日欲しい情報じゃなかったかもしれないですけど、ちょっとあのいくつか発信する必要がある情報溜まってましたので、ちょっとあの、まあ、中には私がもう自分の思いだけで言いたくてっていうところもありましたけど、あのそんな感じでお伝えしました。で、まあ、番組の形とか情報発信の仕方はまたあのいろいろ見直してはいきますので、これに懲りずですね、今後もですね、あのぜひご覧いただければと思っております。で、まあ、R タイプファイナル2にしてもですね、まあ、絶対絶命都市シリーズにしてもですね、皆さんからあの熱いご支援というか、まあ、支えの言葉をいただいてですね、先ほども言いましたけど、あの続けてこれてるっていうのは間違いありませんので、それはね、僕らがあのただゲームの制作だけじゃなくてね、この会社そのものもあのゲーム会社として運営してるので、すごく日常的に痛感してるというか、あの感謝の気持ちをすごく持ってるところなので、まあ、あんまり毎回言ってるとね、どんなんこいつって思われそうですけど、まあ今日はどうしてもそれが言いたかったので、あの番組の割と大きな部分をそれに時間を割かせていただきました。ありがとうございます。でスーパーチャットもあのちょっとね、あのいただくようなあの話になってたかなとは思うんですけど、ありがとうございます。これあの次回もさせてもらえるんですかね、はい、5月27日金曜日、はい、またあのちょっと今日期待してたのにっていうところで、あの出せなかったところに関してはあの準備してというか、まあ、ゲームそのものはあの準備が進んでますので、あの情報を出してまいります。またあの SNS でもあの途中のものを見せあのご覧いただけるようにいたしますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、ではここですか、はい、戻るんですか、これではですね、今日はここまでっていうことなんですね。はい、では、R タイプファイナル2のエンディング曲の一つ、飯田舞さんの灯火を聴きながらお別れしましょう。あの皆さんゴールデンウィーク、あの羽目を外してあの怪我などしないようにお気をつけて、はい、ではおやすみなさい。さよなら。ありがとうございます。
私は私を取り戻したくてがむしゃらに戦ってたの私は私